アイヌマキリマキリとは日本語の爪切れから派生したマタギをはじめとした日本の漁師に用いられている資料等または漁業従事者に用いられる漁業用包丁の名称である。より大型のものは長さと呼ばれて区別される。また、アイヌ民族が日常生活の中で汎用刃物として様々な用途に用いる担当もマキリと呼ばれるが、 これは日本語から移入されたアイヌ語である。こちらもより大型のものはタシロと呼ばれて区別される。現在ではアイヌ民族が用いていたものを特定して指す場合にはアイヌマキリと呼称される。アイヌの領主を描いた絵。左腰にマキリを下げているアイヌ民族によって用いられている担当としてのマキリという名称は日本語の爪打ち刀の略称である爪切れから 東音脱落する形で、アイヌ語に導入されたと考えられているが、東音脱落する形で小刀をまきりと呼び習わしていた青森、秋田、岩手、能登、出雲のいずれかの地域から直接、まきりという語を導入した可能性もある。いずれにしても、アイヌは金属精錬技術を持たず金属機はすべて日本から輸入してたので、故障に関しても、まきりだけ例外ということは考えがたい。 それに加え、北海道に輸出されたすべての薪と田代は1785年時点では、坂田谷によって二芯海対用に生産された包丁だったとされる。これは、北前船の西回り航路での二芯を中心とした流通経路と日本人の下で二芯漁と加工を請け負っていたアイヌが、日本人から提供された二芯海対用のマキリに、 半用性や有用性を見出したことが理由だと思われる。明治32年の鳥居隆三の調査によると、オホーツク海沿岸のアイヌは、マキリは本来、エペラという呼び名であり、マキリというのは、日本人の言葉だと証言している。さらに、日高やイブリでは、マキリだけが記憶されており、当地のアイヌはそれを固有語だとしているが、完成3年に、菅山澄が、イブリのアブタで、 小刀の名称として、エペラという語を記録しているので、少なくとも1791年時点では、マキリは、日高やイブリで、小刀は、エペラと呼ばれており、マキリという故障はそれ以後に移入されたもので、アイヌの固有語ではないことを示している。その他の北海道アイヌの部族では、小刀を、エイワケ、エイワキ、イケレフフ等と故障していたことが知られている。 なお、それらの故障は、もともとは、石器の小刀を指す言葉であり、日本製の鉄製小刀との区別のために、薪という故障が日本から導入された可能性が高い。近年、アイヌマキリ以外のマキリについて、アイヌ語から、北海道以外の日本の漁業者やマタギが使う薪は、アイヌ語やアイヌマキリに由来するアイヌの薪が伝えられて、 日本独自の刃物として発展したと記述されていることがあるが、それは、アイヌマキリが本来のマキリよりも、はるかに有名になっているためであり、情報の混乱が見られる。日本では、武具ではない、主に狩猟や漁に用いる小型の刃物を指す言葉として、マキリの語が用いられており、マタギの用いる大型の狩猟とおよび小型の、カワハギ刀、もしくは、中から小型の狩猟用ナイフ、 漁師の用いる、愛口様式の漁業用包丁が、まきりと呼称されている例が見られる。それらの刀剣類は、まぎれ、まぎりといった感じで記述されていることがあるが、これらは常実の通り、爪打ち刀に由来する当て字であり、アイヌごとの関連はない。北海道全域のアイヌの核部族も、武具ではない、主に狩猟や漁に用いる小型の刃物を指す言葉として、 マキリの語を用いている。それらのマキリの中でも特に小型で女性用、またはアイヌ男性によってアイヌ女性に贈られたマキリを特別に目の子マキリと呼び分けることもある。それらのマキリは板や楓のような比較的硬い木や数のを材料としたアイヌ独自の装飾が施された鞘や柄を持ち、その装飾の中でも鱗彫りと呼ばれる、血模様は他に類を見ない。 アイヌ独自の手法で彫られる。鞘や柄の形態や装飾は、アイヌの部族によって異なり桜の皮で縫い合わされたもの、水抜き用の穴があるもの、木や、覚醒の根付けがつくものなど様々な種類がある。ありがとうございます。